傘差しなよ。うん。さあ行こう。もしもし、森下です。あ、真央ちゃん、おかえり。あのね、ママ今日遅くなりそうなんだ。バラ農園の人と打ち合わせが入っちゃったの。あ、ごめん、ちょっと待ってね。ご苦労様。暑いっすねじゃあいつもの場所に。はい、私やります。いいわよ、もう学校行く時間でしょ。まだ時間ありますから。そう、じゃあお願いね。はい。こなみちゃん、まだ訂正の高校続いてんの？もちろん、これでも一学期解禁なんだから。じゃあいただこうかしら。ありがとうございます。ごめんごめん。え、パパは？そう、まだ2500円。あのね、夕飯のことなんだけど。うん、あ、わかるよ。じゃあね。ただいま。お帰りなさい。どこ行ってたの？ああ、前の部長さんにちょっと挨拶をね。ママがね、先に夕飯始めてって。え？バラ農園の人と打ち合わせが入っちゃったんだって。遅くなるのか。ねえ、新しい会社まだ決まんないの？いや、決まった。決まったの？どこ？ママと一緒の時に話そうと思ったんだが、新しい会社は富山の建設会社だ。富山？本当は東京で決めたかったんだけどね。しかし倒産した会社の技術屋を採用してくれるってんだ。小さい会社だが、パパの経験と腕を買ってくれたんだ。でも遠いんでしょ、富山って。ママは東京でマンションを借りて残るって言ってる。今の仕事を辞めるわけにはいかないそうだ。やっぱり離婚するつもりなの？お前たちに決めてほしいんだ。パパとママどっちと暮らすか。前からママと話し合っていたんだ、お前たちの気持ちを尊重しようって。ただいま。ごめんね、遅くなっちゃって。話したよ、二人に今。そう。二人には迷惑かけるかもしれないけど、分かってくれるよね？私どっちも嫌だ。え？パパとママどっちか選べなんて、二人で勝手に決めといておかしいよ、そんなの。私はどっちにも行かない。この社宅は追い出されるんだぞ。じゃあ私群馬のおじいちゃん家に行く。え？私そうするから。真央、5年2組に新しいクラスメートが増えます。森下さん。森下真央と言います。東京から来ました。どうぞよろしく。よっ、真央ちゃん。ねえねえ、私あやとひとみ、ひとみちゃんって呼んで。よろしく。森下さん。
東京から来たの？なんでこの町に引っ越してきたの？お父さんの転勤？会社なんてとこ？あんたたち転校生がこんなに珍しいの？見た？東京から来たと思ってずいぶん偉そうじゃない。本当よね。ね。森下さん、サッカー好き？嫌いじゃないけど。じゃあ町の女子チームに入らない？ユニフォームもかっこいいんだよ。いいよ私は。いっぺん練習見においでよ。学校以外の友達もできるし。いいな、友達は別に欲しくないから。友達欲しくないの？そっか。ないの？あちゃー、やられちゃった。もしかしてこれ誰よ？やった、来なさいよ。待て、あなたたちでしょ。何のこと？バカみたい。口隠すなんてやり方古いよ。本当はビビったくせに。じゃあ森下さん、東京のやり方教えてよ。そうよ、教えてよ。悪いけどあんたの区分なんか絶対ならないからね。健吾、どこ行くの？こら、危ないったら。姉ちゃん、なんかいるよ。動いてるよ。うん。お姉ちゃん、子犬だよ。かわいい。よしよし、一人ぼっちで怖かったんだね。お姉ちゃん、うちに連れて帰ろうよ。でも、団地じゃ犬は飼えないし。ごめんね。置いてくの？連れて帰ったらママに叱られる。さ、帰ろ。どうしたの？箱の中に犬がいるの。レナさん、犬好きじゃない？拾ったら？かわいいよ。血統書のない犬なんて。行こう。チカです。チカ、ママね、今から事務所へ戻ってそれから帰るから。ご飯炊いてる？今やってる。洗濯物取り込んだ？あ、まだ。暗くなる前に入れといて。あ、それからお風呂のお水もね。うん、じゃ頼んだわよ。はい。真央ちゃん、嫌いなものがあったらね、遠慮しないで残していいのよ。大丈夫です、好き嫌いないですから。ただいま。おかえり。あ、真央ちゃん、どうだった？転校第一日目。真央、どうなんだ？みんな親切だった？それとも冷たかった？クラスの子、みんないい子だった。いただきます。あ、そうか。ほら、先に着替えてらっしゃい。はい。あ、お腹すいた。お、布団敷いてくれたのか。うん。子供が気を使わんでいい。だってこれ楽しいもん。前はベッドだったから。ここはおじいちゃんの家なんだから、お前も好きにしていいんだ。あ、お風呂行っといで。うん。吉高さんは何て言ってるの？だからしばらくの間預かってくれって。若子さん、我が子と離れて暮らして平気なのかしら。知らないよ俺は。
おじいちゃんもおじいちゃんよ。私たちに相談もなしに安請けをするんだから。実際面倒見るのは私たちなんですからね。1年も2年もよそ様の子預かってるわけにいかないわよ。うちのお母さんの言うことなんか気にしなくていいからね。何かあったら私に言って。そうだ、好きな男の子ができたら相談に乗るよ。子犬ちゃん、もういないの？誰かに拾ってもらった？いたんだね。一人ぼっちでいたんだね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。でしょ、ダメだよ、お金払わなくちゃ。いらっしゃいませ。150円になります。150円だって。お金ないの？それで万引きしたの？万引きじゃありません。払うの忘れただけです。これと一緒に払います。二度とやっちゃダメだよ。防犯カメラに映っちゃうんだから。実は私も映っちゃったことあるんだ。あ、昔の話だけどね。合わせて645円になります。今度からはママに買ってもらうんだよ。ほら、牛乳飲みたくなったらさ。牛乳じゃなくて犬なの。犬？子犬拾ったの。かわいいんだよ。ひどい飼い主もいたもんだね。きっと私のこと待ってたんだ。私の声聞いてダンはここだよって泣いたもん。ダン？団地にいるから。ここでこそこそ買うつもり？無理だよ。ダン！ダン！やめて！ダン！ダン！どうしたの？ダン！よしなさい！ちょっと変わってるね。どうしたの？目が見えないんじゃないの？聞いたことあるの。目の見えない動物ってぐるぐる回っちゃうんだって。あなたの犬？いいえ、捨て犬か。目が見えないなんてかわいそうだね。ダン、見えないの？Thank you.
やよい。こんな時間までどこを突き歩いてたんだ。遊んでたんじゃないわよ。今日は遅番だったの。早いとこ晩飯の支度してくれ。まったく世話が焼けるんだから。で見たなーって思ってたんだ。あ、お姉さん、今日のことママに言うの？大丈夫、誰にも言わないから。でも気をつけないと。うちの親父なんかに見つかったら大変だよ。口うるさいし、融通きかないし。今度牛乳持ってくるね。健闘を祈る。じゃあね。ずっと昔、岩手山が何遍も噴火しました。その灰でそこらはすっかりうずまりました。この真っ黒な大きな岩も。何なのよそれ、教えなさいよ。あ、また動いた。やっぱり生き物だ。ねえ、見せなさいよ。あんたたち、それ私の荷物、なんか文句ある？いえ。先生にチクったりするんじゃないわよ。はい。よかった、同じ学校だったね。なんで学校なんかに連れてくるのよ。団地で見つかりそうになったから。自分のパン持ってきたの？うん、それ真央ちゃんの牛乳？まさか。森下さん、それ私の牛乳でしょ？見てた人がいるのよ。ごめん、もういらないのかと思って。私の牛乳だから私がやる。名前は？ダン。あの時私に拾われればよかったのにね。ほれダン、ほれダン、ほらダン、ダン。何よこの捨て犬。ひがんじゃって。誰かに似てるわ。ほんと似てるね。そっくり。お賽銭ないんですけど、お願いします。どうか団に飼い主をお授けください。飼い主は私だよ。でもうちは団地だし、団は目が見えないし、どう考えても無理だよ。このまま飼っていくのは。まおちゃんはマンション？一軒家？一軒家だけど、でもだね。面倒は私が見るから。私、おじさん家にいるの。自分家のようには行かないのよ。団のことは神様に頼もうよ。きっといい人が拾ってくれるから。私、ダンと離れたくない。もし、ダンを死なせるようなことになったら、チカのせいになるんだよ。では、くれぐれもよろしくお願いします。
ごめんね遅くなって。みなちゃんが来てくれたからケンゴくんもお利口にして待ってたんだよね。あ、チカちゃん子犬飼ってるんだって。 いえ。チカちゃんのお友達？あ、一応。チカちゃんお母さん代わりにお買い物したりお家のお仕事したりでしょ。なかなかお友達と遊ぶ暇がないのよね。仲良くしてあげてね。はい。あ、あなたも一緒に犬飼ってるの？知ってるんですか？ケンゴくんが嬉しそうに話してくれたの。神社に置いてきたの。そうね、団地じゃ無理だもんね。あ、この保育園で飼ってもらえませんか？そしたらチカちゃんも面倒見られるし。うん。ごめんね、それはできないのよ。この保育園じゃ動物は飼わない決まりになってるの。ダメか。私やっぱり見てくる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、待っててね、待っててね。ここに飼い子はみんなで何匹ぐらいいると思いますか？わかんない？全部でね、1万2000匹。驚いた？今日これから私ん家でまとめない？みんなどう？オッケー。ねえ、取材はこれだけ？キノコできるまでなら工場とかも。森下さん、犬の世話が忙しいんでしょ？帰ったら？レナさん、本当は痰が懐かなかったんで腹立ててるんでしょう。うちにはね、血統のいい犬が何匹もいるの。あんな捨て犬。捨て犬だって犬よ、かわいいわ。そんなこと犬好きのあなたが一番わかってるんじゃないの？どうした？おじさん、誰ですか？この団地の自治会長やってる。ダン！ああ、あんたこの子だな。その犬あんたの犬か？はい。チカ。本当に知らなかったの？いえ、全然。前から苦情が来てたんだ。団地の中で犬飼ってる奴がいるって。
規則だからね、頼むよ。すぐにでも保健所呼んで処置してください。はい、ご迷惑かけて本当にすいません。真央ちゃん、ダンを預かって。保健所の人が来ちゃったら。でも私、おばちゃんには頼めない。ついに見つかっちゃったか。お姉ちゃん、これ西田先生が旦那にさ持ってきてくれたんだよ。持ってきてくれたんだよ。わあ、この子が旦？かわいいわね。でも自治会長さんに見つかっちゃって。そいつ実はうちの親父なんです。え？団地の団は団地にいられなくなってしまったんですよ。あ、でもさ、諦めるのはまだ早いよ。この犬に新しい飼い主を見つけてあげればいいじゃんね。団を誰かにあげるの？殺されるよりうんといいでしょ。団のためを考えたらさ。私もそう思うな。私も心当たり当たってみる。二人もさ、飼い主探そうよ。でも明日までに飼い主見つかるかな。そうだ、私も友達に聞いてみる。お願いします。お願いします。お願いします。そう、一人でおじいちゃん家にいるの。でもどうして？ご両親は？自分のことに精一杯で、子供のことなんか考えてないんです。そんなことないでしょ。あなたの思い込みじゃないの？でもそうです、勝手なんです。さようなら。真央ちゃん、もしもし。おう、真央か。お兄ちゃん元気？お前学校どうなんだ？友達と仲良くやってんのか？今日生意気なやつがいたからへこましてやった。真央、少しは折れることを覚えろよ。寂しかったら戻ってきてもいいんだぞ。今、お袋と変わるから。いい。いいってことはないだろう。私はお兄ちゃんの声が聞きたくて。まおちゃん。あ、ママ。まおちゃん、元気？森下です。あ、おばさん、ともみです。ご無沙汰しています。真央がお世話になってます。実は昨日真央から電話があったんだけど、途中で切れちゃって。社長、お願いします。そうですか。真央ちゃん、すごくいい子にしてますよ。もっと私なんかに甘えてくれてもいいんだけど。ありがとう、ともみちゃん。でも真央ちゃん、さっき出かけちゃって。行き先聞いてないんですけど。そう、じゃあまたかけます。どうも。ありがとう。いなかったんですか、真央ちゃん。タイミング悪いわね。真央も私の携帯にかけてくればいいのに。社長はそうしてほしいんだ。でもあの子は避けてるみたい。そんなはずないです、絶対。私不登校の時があったでしょ。うちのお母さん、私は何があってもほなみの味方だからねって言ってくれて、それで私立ち直ったんです。社長が真央ちゃんの心の中に入っていかないから、真央ちゃんだって近づけないんじゃないのかな。すいません、生意気言って。
強く、つま先じゃないの、足の甲で蹴る。はい。インステップで正確に蹴りなさい。はい。立って、ちょっと頼むね。はい。さきさん行こう。じゃあ練習。ごめんね、練習中に。大丈夫、キャプテンしっかりしてるから。まあ、座って。で、電話で言ってた目の見えない犬ってその子？そうなの。うちのマンションじゃ内緒で犬飼ってる人もいるよ。うん、でもやっぱりルールは守らないと。それに難しいよね、小学生に障害のある動物を育てるのは。そんなことない。でもね、犬だって命は平等だけど生き方はいろいろだと思うの。そうだね。この子にふさわしい飼い主を見つけないと。私もいろいろ当たってみたんだけど。ねえ、さっき誰かいない？ちょっと待ってよ、今考えてんだから。あ、栃木のおじさん。さっきのおじさん？うん、栃木のあやめ橋に住んでるんだけど、本当に犬が大好きな人なの。目の見えない犬でも飼いたいって言うかもしれない。ねえ、聞いてみて。お願いします。ダン、お別れだね。保護要請センターにしてきたの、オタクたちでしょ。本当に十分探したんですか？はあ、思い当たるところは全部。この忙しいのに無駄足か。ちゃんと保護しといてもらわないと困るんですがね。すいません。あのガキども。ただいま。おかえり。あ、手紙来てるわよ、お父さんから。はい。真央へ。元気でやっていますか？ここ富山に来て3週間、パパもやっと落ち着いてきました。今パパはビル建設の現場監督として働いています。新しい会社でも早くパパのことを認めてもらえるようにと頑張っています。こっちに来て真央や和也のことを考える時間が増えました。真央が赤ちゃんの時、お風呂でおしっこを引っ掛けられたことや、小学校の入学式の日、ソックスが気に入らないと真央がぐずったこと。おかしいね、変なことばかり思い出される。でもパパは気がついた。真央が生まれて10年と9ヶ月、パパはずっと大きくなっていく真央を見ていたんだ。ママとパパが別々に暮らすようになったことはとても残念です。しかしママは新しい仕事を自分で起こして大きくしている。それは誰にでもできることではないんだよ。マオは誇りに思っていい。パパももっと理解してあげればよかったんだけど、マオとゆっくり話がしたい。仕事が落ち着いたらなるべく早く真央に会いに行きます。パパより。あ、真央ちゃんだ。こんにちは。こんにちは。真央ちゃん。真央ちゃん。お母さんはベランダにいるよ。ちかちゃんいますか？それがね、黙って一人でどっか出かけちゃったのよ。真央ちゃんとこじゃなかったの？いいえ。一体どこ行っちゃったのかしら、あの子。ゆうべはずっと犬の写真見てたみたいだけど。なんだ、私が探してきます。
どうした？道が分からなくて、あやめ橋2丁目に行きたいんです。分かった、途中まで一緒に行ってあげる。あなたのお友達、歩いてここまで来たの？犬に会いに？多分、小学生の足じゃ無理だと思うけど。無理でも来たと思います。新しい飼い主にあげた子犬のことずっと思ってたんだね。忘れてなかったんです。一旦飼ったら別れづらいもんね。私が無理やり別れさせたんです。そっか、それで責任感じてるんだ。あ、ここ左だから。じゃあね。ありがとうございました。こんにちは。あ、こんにちは。野村千佳さん、来てますか？ああ、ダンの。おい。あ、いらしてませんよ。この間写真送ってあげたんですけどね。どうかしたの？そうですか。写真見てたら会いたくなって、でも迷子になっちゃって、足も痛くなってきて。もう大丈夫、真央ちゃん。抱かれてるよ、ダン。私たちが抱こうとしてもどうしても嫌がったのに。よしよし、ダン。お母さんも会いたかったよ。また言ってる。真央ちゃん、会いに来ただけでしょ。引き裂いてしまったのかね、親子の間を。真央ちゃん、私連れて帰りたい。真央ちゃん、ごめんなさい。ダンに優しくしてもらったのに。でもチカはダンがいないとダメなんです。ごめんなさい。一生懸命飼い主探してくれたのに。座りな。はい。電話で聞いたわ。チカちゃん、おじさん家まで歩いて行ったんだって。きっとチカちゃんにはダンが必要なんです。これからどうするつもり？団地の自治会長さんにもう一遍頼みます。私一緒に行こうか？いいえ、自分たちで言います。うまくいくかな。こうなったら無心でボールを蹴り込むしかないって。頑張って。はい。飼い主が見つかったんじゃなかったのか？ダンにはチカちゃんでないと。何か言わせんだ。
この立ちじゃ犬は飼えないの。飼い主に返してきなさい。ここじゃ野ざらしだ。十分に餌だってやれないだろ。この犬の幸せを思うんだったら。ダンは幸せじゃありませんでした。え？綺麗な家に住んでもいっぱい餌をもらってもそんなの幸せじゃない。きっとダンはチカちゃんに育てられるために神様があの河原で二人を合わせたんです。ダンは目が見えないけど、でもチカちゃんの愛情は見えるんです。ダンはチカちゃんと暮らすのが一番幸せだと思います。一肌脱いでやんなよ。お前黙ってろ。お父さんにはこの子たちの気持ちが分かんないの？そういう問題じゃないだろ。頼むよ。私たち長い間この団地に住んでて誰かの役に立ったことある？この子たちの気持ち踏みにじったら一生後悔するよ。あんたはどうしてそんなに一生懸命なの？友達だから。チカちゃんはいいか、その絵の手はベランダに隠しておけ。うろうろさせるんじゃないぞ。よかったね。ほら飲みな。はい、いただきます。どうぞ。がいて。何が言いたいの？本当にそう思ったから。私森下さんのこと子分にしたいなんて思ってないから、友達になりたいだけ。これ美味しいドッグフードダンにあげて。ありがとう。手伝いますんで。ちょっとちょっと、そういう仕事はこっちに任せてよね。アキラくん、大工の見習い。おっす。おっす。さあ今日はダンの一軒家だからね、頼んだよ。おっす。おっす。あーははは、誰なんだよ。そうだよ。わあ、綺麗な目。でも見えないんだよね。嘘。だってこっち見てるよ。チカちゃん、ダンの絵作るんでしょ？手伝いに来たの。ありがとう。よし、みんな頑張って仕事をしようぜ。やろうぜ。はい。古沢さん。ここは公共のスペースじゃないですか。違いますか？それはわかりますが。団地には動物アレルギーの人もいるんですよ。
小さい子に噛みついたりしたらどうするんです。すぐに撤去してください。皆さんのご意見はよくわかります。しかしここは私の顔に免じて、責任は私が負います。その犬目が見えないんだろ。あんた本当に責任負えんのかね。子供一人のわがままを許すわけにはいきませんよ。一人のわがままじゃありません。私たちも応援したいんです。ダンを買わせてください。お願いします。お願いします。ダメだ、絶対ダメだ。俺は認めんぞ。よしよし、怖くないからね。ダンは目が見えないから、人間が助けてあげないと生きていけないんです。盲導犬は目の見えない人を助けるでしょ。どうして人間が目の見えない犬を助けちゃいけないの？役に立たなかったら殺してしまうの？犬を助けちゃいけないの？役に立たなかったら殺してしまうの？この子はそう言ったの？その通りよ。目の見えない犬だからって区別するのは人間の傲慢ってもんよ。そうだよね、その通りだよね。おとなしい犬じゃねえか、飼ってるよ。そうよ、役所が何か言ってきたら俺たち大人が変わってやればいいだろう。そう、その通りよ。そう、それじゃあダンの健やかな成長を祈って乾杯。なんか不思議ね、こういうの。ダンが結んでくれた縁だね。ダンがこんな風に生きていけるなんて、奇跡ってあるのね。ルールを超えて奇跡が生まれることがあるんだ。あの二人必死だったもんね。私かっこいいサッカー目指してたけど、もっともっとがむしゃらにサッカーやろうって思っちゃった。
もし自分が母親になったら、自分の子供にも人や生き物を愛せる人になってほしいな。チカちゃんみたいな。やっぱりちゃんと自分にも愛せる力がなきゃ子供にも教えられないもんね。私ね、今度のことでちょっと親父のことが好きになったんだ。明日からは素直に話せそうな気がする。いいじゃない。いいね。きっとお父さんも同じ気持ちよ。じゃあ皆さん、今後ともよろしくってことで。乾杯。ありがとう。団地で帰るようになったんだってね。よかったね。ダンがね、あなたが持ってきてくれたドッグフード美味しそうに食べたの。そう。じゃあ今度見に行くときまた持ってくね。私さ、気がつくと意地悪な子やってんの。時々自己嫌悪。私だって気持ちと反対のこと言っちゃうことある。ねえ、夏休みみんなでプール行かない？行こう行こう。まおちゃん。ママ。元気そうね。まおの母です。よろしく。まおちゃんのママ、かっこいいね。夏休みね。これ新しい水着、マオの好きなチェックにした。やった。友達とプールに行く約束したんだ。ありがとうママ。マオ、パパとママね、決めたの。やっぱり知ってる。お兄ちゃんが電話で教えてくれたから。こちらへどうぞ。そう、ごめんね。親の都合にあなたたちを巻き込んで。こないだね、パパが手紙くれたの。ママは仕事を成功させたすごい人だから、マオも誇りに思いなさいって。もっと理解してあげればよかったって、パパ反省してたよ。そう、パパがそんなこと言ったの。私ね、パパのいる富山に行こうかなって。じゃあ夏休みの後半は東京に来たら？違うの、パパと一緒に暮らそうって決めたの。わお。ママにはお兄ちゃんがいる。でもパパは一人ぼっちでしょ。だからねえ、私がパパと暮らしたらママはママではなくなるの？そんなこと絶対ない。パパとママが別々になってもマオは一生ママの娘よ。本当に？本当よ。マオ、ずっとずっとママの娘でいてね。うん。でもまた転校ね。大丈夫だよママ。私友達なんていらないって思ったけど、でもここでいい友達ができたんだよ。だから富山でもやっていけると思うの。マオは短い間に随分頼もしくなったのね。ママ。ん？好きだよ。え？大好き。ママ嬉しい。
カちゃん。私、二学期はもうここにいないんだ。富山に行くの。パパのところ？うん、また転校するの。やだ、転校しないで。ごめんね。私はダンと同じだった。でも誰が私のこと必要だと思っているかやっと分かったの。きっとまおちゃんにもパパが必要なんだね。うん、そうだね。まおちゃん、ちかのこと忘れないでね。忘れない。短い間でも本当の友達はできるんだよね。うん。ちかちゃんだけにはお別れ言いたかったの。まおちゃん。ダメ、泣かないで。さよならじゃないから。別れなの。私遠くに行っちゃうの。ちかちゃんママの言うことよく聞くんだよ。ダンが泣いてるよ。バカ、私も悲しくなっちゃうよ。ダン、いろいろありがとう。どうもお世話になりました。また遊びに来いよ。真央ちゃんもね。パパと仲良くね。はい。おじいちゃんは？それがね。真央ちゃん行っちゃうよ。わしゃ行かん。悲しくて見送れ。おじいちゃん、ほら真央ちゃんだよ。真央ちゃんと別れるのが辛いのよ。私一緒の布団で寝たこと忘れないよ。97、98、99、100。さよなら。おじいちゃん、長生きしてね。ああ、まあもう達者でな。真央、今度は二人きりだし何かと不自由な思いをさせるかもしれない。でも富山もいいとこだぞ。うん、やっぱり家族は一緒に暮らさなくちゃな。ママや和也が一緒だった東京のようにはいかないが、いいじゃないか、二人でも立派な家族だ。そう、そうだよね。
と楽しく遊んでいると、いろいろとHey!